カダウナリの祠は南オルディンソラ諸島のこの辺りにあります。オルディン峡谷眺望台から向かいます。オルディン峡谷眺望台の場所がわからない人は概要欄をご覧ください。眺望台から真上の空近くの島に降りましょう。ゴーレムを倒します。トロッコで移動してくるゴーレムも倒しましょう。ゴーレムが乗ってきたトロッコを使って移動します。ゴーレムが乗ってきたトロッコに乗り込み、モドレコをトロッコに使って移動させます。先の島にゴーレムがいるので倒します。倒したらトーレルーフで上に上がりましょう。この島のこの場所から賢者の石や古びた地図など貴重なアイテムも取ることができます。詳細は概要欄をご覧ください。再び上に上がります。次の島に向かいます。自分で移動用のトロッコを作り、次の島に移動します。トロッコの土台をレールに乗せます。次に扇風機をトロッコに取り付けます。出っ張っている方向をトロッコにつけましょう。最後にスペアバッテリーをトロッコの前方に取り付けます。動画ではトロッコの上に予備のバッテリーを乗せていますが、乗せなくても OK です。完成したらトロッコの上に乗り、武器などで扇風機を叩きましょう。止まって驚きますが、少ししたら動きます。次の島に着いたら目的地のカダウナリの祠が見えます。
そのままパラセールで次の島に渡って到着です。場所の確認です。カダウナリの祠に入りました。叩くと水が出る噴水があります。溶岩の中にある石をウルトラハンドで取り出しましょう。なお、噴水の水が溶岩に触れると岩ができます。マイクラなどのゲームでも溶岩に水をかけると石になりますね。新しい石ができているので、出した石にくっつけます。また新しい石が出ているので、さらにくっつけます。どんどん石をくっつけていくと先に渡ることができます。実際の世界では、溶岩に水をかけても蒸発し、すぐには石になりません。しかし、ゲームの世界ではすぐ石になるようです。溶岩と水でできた石を渡って先に進めます。先に進んで左側の溶岩の先に宝箱があります。先ほど使った溶岩の石の端を宝箱のある段差にかけて渡りましょう。ゴーレムの号泣、ゲットだぜ。先に進むには岩の壁を壊す必要があります。岩の近くにある錆びた両手剣と溶岩でできた石をスクラビルドで組み合わせます。岩を壊せる武器を持っていれば、作らなくても良いです。ここでは武器と溶岩板をくっつけた武器で破壊します。次は噴水を動かし、水が溶岩に出る位置に移動します。武器などで噴水を叩いて水を出しましょう。すると石が次々と出てきます。ウルトラハンドで噴水からできる石をどんどんくっつけて端にしていきましょう。溶岩の石を取るのが面倒なので、先ほど使った橋を持っていきました。わら。
6つほど石をつなげて長い橋にすると安全に渡れます。長い橋をゴールにつなげて渡るとクリアです。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。